2月4日木曜日朝5時ちょうどです。モーニングコーヒーですが、いつもと同じバリスタでスタートします。バックスペース .fm、ドリキンさんのポッドキャストのカップですね。いただきます。うまい。結局昨日の動画ですが、予定していた商品が、練習行くまでの間に届かず、まあ、リアバンパーがね、代わりに届いたんで、リアバンパー、まあ、紹介したんですが、で、今日の予定ですが、リアバンパーの取り付けは多分ね、ちょっと今日できないと思うので、昨日紹介する予定だった荷物が、まあ、昨日留守の間に届いてたので、これから開封して、それの装着までやろうかと思っています。じゃーん。昨日紹介する予定だった Amazon からの荷物になります。結局昨日練習行くまでの間に届かず、まあ、練習行ってる間に、まあ、奥さんが代わりに受け取ってくれたんですが、今から開封やっていきます。あ、ちゃんと梱包されてるな。せーの、じゃん。だいたいこの手の商品で簡易的な袋に入れられてることが多いんですけど、今回はきちんとした箱に入れられて送られてきました。結構好感度高いですね。で、今回購入したものですが、こいつです。これなんて説明したら分かりやすいですかね。まあ、こんな形してるんですけど、まあ、要はドリンクホルダートレイ。まあ、設置場所は、オートマのシフトノブと、あと、サイドブレーキの間に、まあ、ちょっとしたデッドスペースがあるんですけど、そこのデッドスペースに設置するトレイになります。で、先日、非常に使いにくい位置にある、JB64 ジムニーの、カップホルダー部分に、アームレストを装着した関係で、使いにくかったドリンクホルダーがさらに使いにくくなりました。で、ドリンクホルダーを増設というか、使える場所をちょっと作らなきゃダメだなということで、まあ、いろいろもう考えてはいたんですけど、結局たどり着いたのが、まあ、こういったドリンクホルダーになります。あんまりダッシュボード周りだとかエアコンの吹き出し口の周辺にドリンクホルダー設置したくなかったっていうのがあって、なんかいい方法ないかなと思って、一応ね、これ前々から気にはなってたんですけど、今まである出てたタイプではね、ちょっと買おうかなっていう気にはなれなかったんですが、実はこいつ、多分出たばっかりの商品になります。もう出てすぐぐらいにポチったんじゃないかな。で、散々今までずっと調べた時には、このモデルなくて、一個前のモデルっていうのはね、いろんなメーカーから、まあ、販売店の方から出てたんですけど、今回この新しいモデルっていうのはまだね、一つしか見つけることできませんでした。で、このモデルを見て、ようやく、あ、これだったら買おうと思って早速ポチってみました。で、今までのモデルとね、まあ、何が違うかというと、まずは、こいつ。これ。この二つ。で、これ何かというと、まあ、下に、中のこのトレイ部分に引く、ゴムのマットになるんですが、こいつが、まあ、ちょっと入れてみましょうか。まあ、これが、カップホルダー部分ですよね。で、ここが、この広いスペースの分に置く、まあ、マットになるんですけど、まあ、ラバーになるんですが、今までのモデルって、このラバーがもうずっと気に入らなくて、ここがね、3色、白と赤と青だったかな、の、モデルっていうのしか、ね、なかったんですが、今回これブラック1色になりました。まずね、これが決め手。まあ、白はまだね、なんとか許せても、赤とか青っていうのがどうもね、こうイメージ的に合わなくて、ずっと買うのを躊躇していました。まあ、デッドスペース使えるっていう意味で、このトレイ非常に気にはなってたんですけど、まあ、まず、このラバー部分がどうしてもそういった色しかなかったっていうのでね、ちょっと買うの躊躇してたんですが、このブラックモデルっていうのが出て、買う決心がつきました。で、さらに、今までのモデルと違って、変更点何箇所かあるようです。まあ、以前のモデルはちょっと使ったことがないので、そのあたりの比較はできないんですが、まず変わったところがね、ここのカップホルダー部分。で、このカップホルダー部分が以前のものより少し大きくなっているみたいです。今ちょっと調べてみたら、以前のモデルっていうのはこの内径が直径5センチだったんですけど、これは
直径が 6.3 センチと、1センチちょっと大きくなっています。ちょっと入れてみましょうかね。まずこれ、まあ、これビール、車の中で飲むことはないんですけど、これ余裕で入ります。で、入れた時にね、ちょっと余裕がありますね。それから、まあ、500ミリのペットボトル。まあ、これも余裕で入りますね。で、最近は500ミリより大きいサイズの650ミリとかっていうようなサイズ、まあ僕はあんまり買ったことないんですけど、あるらしいんですが、そういったものまで対応できるように変更になったようです。であとは、これ、どうなのかな、まあ、このあたり、まあこれカードスペースがあったかどうかちょっとわかんないんですけど、ここはカードスペースになってたりだとか、あとまあここに、まあ、コインをね、車の中に置くことないんですけど、コインスペースみたいな形になっています。前はね、多分このスペースが多分区切りがなくて、一つのこんな L 型の収納スペースみたいな感じだったみたいですが、コインケースに変更になっているようです。で裏側は、まあ、これはベロクロですね。マジックテープになっています。これちゃんとひっつくのかな。まあ、こんな感じで、まあ、このカップホルダーのちょっとサイズはちょっとどうかわかんないですけど、このラバー部分がもう本当に黒モデルになったということで、ブラックモデルになったということで、今回買う決め手になりました。まあ、置くだけの設置なんで、もう設置方法もクソもないんですが、もう早速今日、装着しようかと思います。今日ちょっと予定がいろいろと入っているので、リアバンパーの装着までっていうのはできませんが、リアバンパー明日、で明日さらに天気が良くて気温も暖かくなるようなの で明日リアバンパー装着する予定にしていますので、今日明日2日間またお付き合いどうぞよろしくお願いします。今日少し暖かくなるという予報なんですけど、結構今まだ寒いです。じゃあこのカップホルダーのトレイ設置していきます。カップホルダートレイのこの設置場所ですが、オートマのシフトレバーと、あと、サイドブレーキとのこの間のこの L 型のこのスペース、まあ、ここのスペースに置くだけになります。確かにね、ちょっとこれ邪魔ですね。跳ね上げます。まあ、確かに、このスペースってほんとね、無駄なデッドスペースになってますね。ホコリが溜まるだけ。トレイの裏側は、もうさっき説明した通り、マジックテープになってるので、これカーペットに貼り付くのかな？まあ多分ここに貼り付けるような形になるかと思います。じゃあ設置していきます。と言ってもね、もう置くだけですね。レバーの間をかいくぐらせて、こんな感じで。はい、設置完了です。マジックテープがしっかりとフロアカーペットにひっつくように、一応上から押さえておきましょうかね。大丈夫かな？まあ大丈夫そうですね。まあそもそももうこのスペースで動きようがないので、まあ多分大丈夫かな。この付属してきたこの底敷き用の、まあ、緩衝材。一応ゴムになるのかなこれは。これ引いておきます。これももう形がぴったりなんで動きようがないですね。はい、完成です。うん、まあ大丈夫でしょう。まあ上から見るとこんな感じになります。そして、斜め側からも。助手席側から見るとこういった感じになります。このあたりは好みによるかと思いますが、僕の場合は本当にこれ黒にしてよかったです。違和感がない。もう少し詳しく見ていきます。カップホルダーに何も入れない状態でサイドブレーキを下ろしてみます。あ、特に邪魔になることはないですけど、若干親指のボタンを押しているときに親指の先にカップホルダーの先端部分、縁部分が軽く当たるぐらいなんで、使うのにはもうこれ全然支障ないですね。で、当たるところもないです。次に500ミリのペットボトルをカップホルダーに挿して、で、サイドブレーキ上げ下げしてみます。まず一旦下ろします。あ、そうすると親指のちょうど関節部分がペットボトルにちょっと軽く当たりますね。上げるときは特に問題ないので、下ろすときに少し当たるかなって感じ。まあ、ただ、使えないような状態じゃないので、まあ、これも特に問題なさそうですね。
次に350のアルミ缶置いてみます。めっちゃビール飲みたいですけど、車内では飲みませんので、ご安心ください。これをカップホルダーに挿してやって、まあ、少しね、余裕があるぐらいですね。で、サイドブレーキを下ろしてやる。うん、これももうペットボトルの時と同じで、軽く関節部分が触れるぐらいですね。使うのにはもう全然支障なさそうです。さっき跳ね上げたアームレストを元の位置に戻して、で、運転席から見た視点ですが、こんな感じですね。アームレストがあって、で、カップホルダーがある。で、肘をついて、で、喉が渇いた時にサッと取れる。これめっちゃいいじゃないですか。助手席側に回ってきました。で、このトレイの最大の欠点、まあ、これはもう事前から分かってたことなんですが、この助手席側をこうスライドさせて、こう前に一番引き出した時に、ちょっと分かりにくいんですが、一番前に助手席を出し切る前に、ちょうどね、この角が干渉しちゃうんですね。ここが当たっちゃって、助手席がこれ以上前に行かないんですね。まだもう少しね、これスライドすると前側に行くんですが、このトレイを設置した状態だと、これ以上前に出すことができません。これが最大のネックです。可能な限り一番前に出した状態で、後ろのスペース、これだけ空くので、まあ乗り込むこと自体は特に問題ないですが、ただ一番前までちょっと出せないのは辛いとこですね。自分の場合は後ろに人を乗せることがもうほとんどないので、特に使ってて困るってことはないんですが、まあ車中泊するときに、一回一回あのトレイを動かしてやらないと、メイキング、ベッドメイキングができないっていうところがありますが、まあそんな頻繁に使うものじゃないのと、もう取り外し自体は簡単にこうパコッと外すことができるので、まあそのあたりはまあ臨機応変に対応できるかなと思います。運転中の快適化のために設置したこのアームレストのために使いにくかったカップホルダーがさらに使いにくくなりましたが、このトレイを設置してやることで、カップホルダーの問題はこれでクリアできたかと思います。助手席側のカップホルダー前には全然ないんですけど、このアームレストの後ろ側、まあ、ここに一つ使えるところがあるので、まあ、ここと、まあ、常時はこっち側ですね。この2箇所でどうにか使っていけるかと思います。まあ、見た目もね、まあ、これ好みですけど、僕の場合はあんまり赤とか青っていうのは使いたくなかったので、このブラックのモデルが出てくれたっていうことと、あと650mmまでのペットボトルの対応になったこのカップホルダー。これ非常にね、改善されたかと思います。まあ、これから購入考えられている方、ぜひ好みで色の使い分けだとか、サイズ使い分けしてもらえたらと思います。ファミマでコーヒー購入してきました。いただきます。熱っ。でもうまい。でファミマのこのコーヒーのカップって飲み口かなり今大きいんですけど、なんか聞いた情報によるとまたこの飲み口元のサイズに戻るそうです。やっぱちょっと口が大きすぎて、こう車とかにこう置いてて走行してたら多分こぼれるとかの苦情があったんですかね。なんか元に戻るそうです。カップのサイズ、これ S なんですけど、サイズ的にどうかな？ああ、だいぶ余裕ありますね。まあでも、これでもやっぱ飲み口ちょっとこう蓋しとかないと走行中に負けそう。取る位置的にはまあちょっと下の方にはなりますが、特に使うのには全然支障なさそうな感じですね。うん。うまい。これで車内の快適化も、アームレストからカップホルダーまで、あとまあちょっとした小物入れなんかもできて、だいぶ進んだかと思います。というわけで本日の動画以上となります。明日は頑張ってギアバンパー取り付けやりたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。